本日の衣装は。やめろ。本日の衣装は、それです。それです。これです。なんで今日これ？なんと、スクワットの重量を見ていこうと思います。もう一回言っていい？最近コスプレしかしてないじゃないですか。はい。ちゃんと重量が増えているかどうかを確認しようと思いまして、スクワットの重量をチェックしていこうと思います。だから今日、これ。なんか綺麗な肌じゃない。さっきはベストコンディションだった。じゃあなんで今悪いか分かる。俺が飯食いに行った。はい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 、はい、もうちょっと肌ピチピチがいいな。はぁ、水分がね、弾け飛ぶような若々しい肌もいいけれど、ちょっと年齢を重ねた吸いつくような肌もね、手に馴染んでいって、そういうのはちょっと食べる。吸いつくんじゃなくて、水分が飛ばないんでしょ。飛ばねえんだよ。まあでも、飛ばないけども、こう肌に馴染んで、こう、いい感じにね、手に馴染むっていう、そういう言い方はできないもんかね。弾まないんだよ。違う、馴染む。前、重量チェックして、お、カンブリいけそうだねって言って、終わってんだよ。前回の重量チェックの動画がいつかって話ですよ。何ヶ月前か。どうぞ。4。正解は6ヶ月です。なんとこの時 72.5 をやっております。何回やるでしょう。3。 72.5 だよ。うん。本はどうでしょう。なんとも言えないな。あ、そすごい。ということで7レップやっております。なんでそんな無理してんの。すごいね。まあでもそうやって無理したせいで股関節とか膝が痛くなったんですよ。今回もこれを目指していこうと。 72.5、 7レップということで今回やっていこうっていうことですね。重量をね、目指すのはいいんだよ。だからフォームをね、気をつけないと。で、本日の衣装は前に買った V カット青レギンスです。お、なんだそれ。お腹へこましてるぞ。お腹の力抜いて。はい。あれ、意外と平気かも。力入れて。あんま変わってねえぞ。一周してください。どうぞ。なんだか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 。あんま変わってねえ。なんだそりゃ。こんな感じでしょうか。じゃあ今日は 72.5、 6回以上か。何回がいい。え、あれはクソフォームだから。いや、いいフォームはさらにできるってことよ。私は進化したの。いいフォームの私に進化した。ちょっとやってみてよ。いいフォーム教えて。こうやってやって、こうやってやる。昔はこうやってやって。今でやばいね。今右膝行ったじゃん。もうこうやって、鎖右膝行ったわ。じゃあやっていきましょうか。はい。コスプレ衣装がちょっと入ってるのが面白い。見て。いや、ここに3キャラ分の衣装がね、積み重なってるから。本当ならこんなの筋トレしてる場合じゃないんです、俺たちは。うん。いろんなキャラで筋トレしないといけないんですよ。違う。筋トレしてる暇なんかないんですよ。何してる暇があるの。お着替えですよ。お着替え。これはさ、ちょっと、だから膝がちょっと動いちゃいますね。違う。ほら。はい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 。なんでこれさ、一つの芝のセンター上げクソダサくてもうテンション下がるんだけど、もうやだ。今撮ってるよ、大丈夫。そんなこと思ってないよ。うん、はいはいはい。うん、あんま下げすぎてよ。ちょっと下げすぎかもしれないね。そんな下げてくれるんですか。そんなサービスしてくれるんですか。だいぶ下げてるね。珍しいじゃん。いや、なんかアップは下げ気味でいいかなと思って。60です。誰かを好きになれること。おい、そんな私、そんな私、私が私より聞いてるのになんでそんな上がってるの。下行ってみました。そのまますくっと立ち上がると。軽い決定。もう調子いいですね。音が鳴っております。お、いいじゃないですか。お、いいね。出して。
3レップ目さ、最後のやつ、うん、食いしばってる感じがしたんだけど。いや違う、3レップ目ね、どうしようかな、どうしようかなと思って。え、違う、3レップ目の一番下。ああ最近あんまり重いのやつね、カンブリ着てね、80やりたいじゃないですか。 82.5 か。いや、私今もう変わったんだよ。でも私もうそういうのやめたんだよ。変わったんだよね、私は。あ、そう、うん、視聴者のためにカンブリ目指して頑張ろうとかやめた。何目指してるんですか？自分のペースで頑張ろうと思った。みんながとっても応援しております。私に私の筋トレがあるから。はい、どうしよう。いいよ。もう1年帰ってきてますけど、うん、どうでした？漢字はつかんだ。地球は悪かった。クソボールじゃねえか。股関節元気？膝元気？息してる。私は進化した。いいフォームが私に進化した。まあ意外とやりゃできんのね。結論。ん？重量とレップ数を追い求めるとフォームがクソになる。え、最後ね、マジぶち殺すって感じだった。そうだよ。しばくって。誰をだと思う？いや、視聴者でしょ。貴様。いや、絶対視聴者でしょ、これは。そうだよ。次は回数気にせず、フォームだけ気にしたらどれぐらいになるかっていう実験です。なるほど。それ面白くない？うん。それさ、客観的に見ても、もう変って言ってくんない？それはいいよ。あれだけ上煽ってたくせして。上げてやろう、上げてやろうって気持ちは強くなるんだよ。だから何？今日も何？夕方ぐらいから。さっき出てたの。今日はスクワットって決まった瞬間から、私は殺気を放ち始める。大切なんだよ。だって前日から緊張するって言うじゃん。あ、そうだわ。マジでそうだよ。俺もスクワットちゃんとやってるから、そうだわ。いや、あなたみたいに気分転換にスクワットやってるやつらとは同じにされたくないんだよ。右使ってみ、右使ってみ、あげるちょっと右。ということで、結論、まあ上がるということですね。進歩してるかって言われたら、まあでも最近あれじゃない、スクワットはそんな重いのやってないから、あのやろうというのができるっていうので進歩してんじゃないですか。ああ、今度85やろうぜ。ということで、また半年から1年後ぐらいに85やると思うので、それまで首を長くしてお待ちください。おい、じゃあカンブリ行きましょうよ。半年も、いやいやいや、来週ぐらい。なんかもう最近ネタないからさ、今回の撮影30分ぐらいで楽だったんで。ということで、バイバーイ。 YouTube メンバーシップとファンティア、よかったら覗いてみてください。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。正解は13ヶ月前です。え？ん？嘘つきました。6ヶ月です。半額みたい。